深い森の奥に迷い込んだ村の娘、色あせた手紙を持って夜の館にたどり着く。私が主役のクレイジーなライフの糧にそれを持ってこの世を振り回したら悲しくなってきちゃった。逃げないでも一目散に歌いセリフも忘れてさっきまで言っちゃうほどに話しちゃいたってない君が主役のクレイジーなら必要の代わりもなくなって物語が終わったらさあみんなで帰りましょう。静かになった部屋の中、拍手を送る謎の影、輝いているでした。手紙を拾ってない。